京都ノートルダム女子大学、小さな大学で音楽美学を教えているんですけれども、実はあの、由美子さん、太蔵さんとはもう、何年でしょう、もう後ろにいるあの長女の真由子ちゃんが1歳だから、彼女がこれぐらいの時は知ってますので、もう20何年になりますかね。であのやっぱりここに来て思いますのは、ご夫婦とそれとここにいらっしゃる方々のなんとなく目に見えない共通点というかね、あのよく類は友を呼ぶって言いますけれども、例えば介護職の方とか、なんかこう他人に対する愛っていうとちょっと重い言葉ですけれども、他人のために尽くされる方々が全部にいらっしゃるんだなっていう気がしております。でまあ、その中でいろいろ今までゲストの方々のお話聞いて、私もなんか学ぶことがいっぱいございました。さっきの、フラメンコのお話からまずちょっと、ね、させていただきますと、ピアノを弾いても全然あの福井は少なくなりますからね。それであの私は先ほどの片岡先生が、言い訳を絶対しないと言いましたけれども、私は言い訳をさせていただきます。実はあの、音楽美学で専門ではございませんので、ピアノはあくまで趣味なんです。ですから決してあの、上手ではございません。むしろ下手かもわかりませんけれど、お耳汚しになるかもわかりませんが、お聞きください。あとであの藤間先生があの私よりはるかにあのプロの演奏を聴かせてくださると思いますので、それであのただ中で弾きます曲は、先からどうしようかなと思ってるんですけど、2曲、1曲目はあの2曲ともショパンで、1曲目はショパンの軍隊ポロネーズという曲です。ただしこれはあのショパンがつけた題じゃなくて、ショパンはあのどちらかというと平和主義者で、まあ、あの曲奏が雄大だということで軍隊という名前がついたそうです。で2曲目はあの雨だれというあの、前奏曲ですけどね、この2曲を連続して弾かせていただきたいと思います。間違ったらすみません。間違うでしょう。最初から言い訳を申し上げます。